こんにちは、麺を食らうです。今回は京都が誇るラーメンチェーン9店舗を紹介します。伝統の味から個性的なメニューまで、バラエティ豊かなラーメン店が勢ぞろい。それぞれの魅力やおすすめメニューを詳しくお伝えしますので、お楽しみに。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。本店は別物、中華そば天天湯一条寺本店。チェーン店の本店とは思えないこじんまりした作りです。天天湯といえば鶏白湯、メニュー自体は本店も割と同じ、本店オリジナルアレンジ必食です。このスープもはや別物です。ストレートの細麺なのは共通、スープと相まってこのチャーシューがまた美味しいんです。替え玉はマスト。中華そばの卵を別添えでオーダーして実現するのがこのメニュー、シンプルだけに絶品です。ロードサイドのあの味、ラーメン富士本店。お店は京都市南区インターを降りてすぐの場所にあります。麺メニューはシンプルに醤油と味噌のみ。鶏ガラ醤油にストレート麺、これ以上ないくらいの王道スタイル。シンプルだけにご飯との相性も良好。京都家系の代表店、総代麺屋芥川。京都市内ばっかりで支店を急速に伸ばしているこのお店。メニューです。京大の近所だけあってがっつりした家系がこのお店の売り。家系なのにくどさ感じないけど満足度高いスープ、この食べ応えのある麺も家系では定番ですね。このスープに卵が合わないはずがありません。このレアチャーシュー、まさに食べる感覚は肉そのもの。着丼直前に炙られたマヨとチャーシューの香りがたまんない。汁足すご飯、これをのり巻きにするのはこのお店公認のスタイルです。冗談みたいですがこれが名前です。見た目通りの辛さはワンテンポ置いてから来ます。でもこの辛さがまた良い。深夜の味方、ラーメン横綱吉祥院本店。他の支店がでかすぎてこれでも物足りないですが、本店は南区のこのお店。メニューの定番はやっぱりこの豚骨醤油。昔はこってり食べたい時はここ一択でしたね。京都人の元祖豚骨醤油といえばやっぱりこれですよね。バラチャーシューも昔からの定番。最近すっかり定番
味はもちろん、おこげの香りと食感、美味しくいただけます。一度食べればやみつき、真空菜館本店。近づけばすぐわかる大行列店の一つです。メニューは中華そば一択でも、仮に別メニューがあったとしても中華そば一択。あまた京都人を魅了してやまない真っ黒スープ、その源流がここです。チャーシューも麺も絶妙なバランス感覚、味のばらつきが多いチェーンですが、さすが本店といえる味です。単品で絶対に頼むべきなのがこの黒いチャーハン。チャーシューもゴロゴロ入っていて、このうまさは京都有数。京都で超定番のこのスタイル、京都北白川ラーメン、怪力屋本店。すっかりロードサイド定番になった怪力屋本店は、実は左京区に。いっぱいあるのがこのお店の特徴ですが、定番は背脂醤油。いつもの京都味がいつでも、この安定感半端ないですね。いつものラーメンに飽きた方におすすめがこれ。ピリ辛感はほんのり程度。このシャキシャキの白髪ネギが俄然ヘルシー感の演出。黄金チャーハンは多分見た目から来る期待通りの味です。全世界有数の餃子チェーン、餃子の王将、四条大宮店。四条大宮の1号店、学生さん皿洗い30分で無料は、あまりにも有名。個人的な括りは餃子屋さんですが、ラーメンもあるということで。王将の方が美味しい、王将より美味しい、京都ではこんな会話が普通。それほどに定着した味。ラーメンは昔ながらとはまた違う、でもど定番な醤油味です。こちらもめっちゃ早く出てくることで有名なチャーハン。一人前ほどいらないけど食べたい時のジャストサイズ。このごちゃごちゃいろいろ頼んで安いのがこのお店の醍醐味ですね。こってりといえばこの店一択、天下一品総本店。三千と輝く総本店の文字、全国220店の頂点がこのお店です。総本店あるあるその1、総本店限定メニューがある。その2、こってりマックス、こってり天津飯がない、なんでやねんって感じですね。豚骨じゃないのにこってりな定番スープ、総本店はさらにそれが洗練されています。一回食べてすっかりハマった細麺、
スープを余すとこなく絡めます。馴染みない2つのトッピングですが、しっかりとスープとも調和。開けた瞬間味方を占拠してくるこの豚、タレ、ご飯、スープ入れにしない時の定番です。ここの鳥パイタンは毎日通えるきらめきの鳥。特に本店という差別化はないですが、きらめきの鳥1号店は御所の東側に。メニューです。定番の鶏白湯は醤油と塩、その他いろいろメニューがいっぱい。濃すぎないスープと主張しすぎない麺は毎日食べれる類のやつです。卵ちょっと値が張りますが、その分自信にあふれた一品。きらめきいけばついつい頼んじゃうのがこれ。二郎系よりがっつりしすぎていない点が好印象。一緒についてくるしねめし。最後までごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろんな情報発信していきますので、忘れずにチャンネル登録をお願いします。